Hey guys, how's it going? 日本語でもよく使う念のためっていう表現、英語で何て言うか分かりますか？何通りかあるんですけれども、よく使うのは just to be safe。just to be safe。直訳すると安全のためになんですけれども、これで念のためという意味になります。これ以外の表現では just to make sure。just to make sure とか just in case。just in case とも言います。厳密に言うと微妙なニュアンスの違いはあるんですけども、どれを使っても特に大きな問題はないので大丈夫です。どういうふうに使うかというと、例えば I don't have a fever, but we'll go to see a doctor just to be safe. Please bring extra money just in case. You should double check with him just to make sure. こんな感じで使います。この3つの表現、入れ替えて使っても OK です。これ以外にも日常会話ですごくよく使う表現をいっぱい集めた本編動画があります。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方もぜひ見て、いろんな表現を覚えてください。See you guys. Bye. 英語の挨拶でさらっと返せるとめっちゃかっこいい表現を紹介します。普通、How's it going? とか、How are you doing? って聞かれた時の返事の返し方としては、Good! とか、I'm doing well! とか、質問によって決まり文句がいろいろありますけど、調子がいい時には、Couldn't be better! Couldn't be better! という表現を使ってみましょう。これ直訳すると、これ以上ないほど良いっていう意味で、絶好調っていう時に使えます。ただ実際に言う時には、Couldn't be better! とか、Couldn't be better っていう風に better を強めに言ったり語尾をちょっと上げるのがコツです。これを日本人がやりがちなペタッとした言い方で Couldn't be better, couldn't be better っていう風に言っちゃうとすごくぎこちなくて不自然に聞こえます。実際にちょっとやってみましょう。僕が質問するのでその後にすぐ Couldn't be better っていう風に返してみてください。 Hey, how's everything? How are you feeling today? 何回も練習してぜひ実際の英会話でも使ってみてください。 See you guys, bye。長いこと会ってなかった人に久しぶりっていうのを英語で何て言うか分かりますか？今回はその表現をいくつか紹介します。一番よく知られているのは Long time no see。Long time no see じゃないでしょうか。文字通り長い時間会ってないっていう意味ですね。ただ実際に日常会話でもっとよく使う表現としては It's been a while。It's been a while とか It's been a long time。It's been a long time っていう表現もあります。ここの It's っていうのは It is の略じゃなくて It has の略です。この後に since we last met 以前最後に会ってからというのが省略されてあれから随分時間が経ちましたねという意味なので現在完了形になっています。ここはもちろん省略しないで具体的に例えば It's been a while since we last saw him 彼を久しく見てないなというような使い方もできます。めっちゃ久しぶりな時は quite というのを入れて It's been quite a while とか It's been quite a long time というふうな言い方をします。ぜひ覚えてください。概要欄にリンクした動画も見てくださいね。 See you guys. Hey, what's up?英語で楽勝って何て言うか分かりますか？今回はその表現を3つ紹介します。1つ目は、No sweat。No sweat です。直訳すると汗をかかずにという意味で、簡単にできますよっていう意味で使います。2つ目は、Piece of cake。Piece of cake。直訳は一切れのケーキなんですけれども、これも No sweat と同じように簡単にできるよという表現です。この of の F は発音しないで、Piece of cake。Piece of cake って発音されることも多いです。3つ目は簡単なっていう意味の easy を使って easy プラス名詞で表す表現です。例えば何かのスポーツとか競争競技とかに勝って楽勝だったよっていう時に easy game easy game とか格闘技だったら easy fight easy fight っていう風に言います。もし労力をかけないでお金を稼いだ時なんかは easy money easy money っていう言い方もします。この3つの表現この機会にぜひ覚えてください。 See ya bye。 How's it going guys?日本語ではお疲れ様ですっていう表現結構よく使いますよね。でも英語ではこれと同じドンピシャの表現ってないんですね。っていうかお疲れ様ですっていう習慣自体がありません。その代わりにシチュエーションに応じていろんな表現を使います。例えば会社とかで仲間とすれ違うときは Hi! What's up? How's it going? っていうふうに普段の挨拶と同じ表現で OK です。日本でよく使う先に帰る人に向かってお疲れ様でしたっていうのは Take care! Have a nice day! Have a good one! Have a good evening! 週末だったら Enjoy your weekend!とかですね。すごい長時間の打ち合わせとか体力や神経を使う一日仕事みたいに精神的肉体的にしんどいことをした後だったら You had a long day You must be tired っていう風に言います。何かのパフォーマンスを終えたばっかりの人とかプロジェクトをやり終えた人とかには Good job こんな風にシチュエーションに応じていろんな表現があります。お疲れ様でしたっていう日本語の表現を英語の単語に置き換えるんじゃなくてその時々のシチュエーションに応じた表現に置き換えると結構覚えやすいので練習してみてください。 Hi, how's it going?相手の意見に同意できないとき英語で何て言いますか？ I don't agree とか I disagree という表現を思い浮かべると思います。これ英語としては正しいんですけどもかなりきついニュアンスで聞こえることがあるんですね。怒らせるとまずい相手。例えばお客さんとか明らかに目上の人に対して反対意見を言うときにぴったりな表現が
with all due respect. With all due respect です。相手に敬意を払いつつ反対意見を言うときに使える表現です。お言葉ですがとか失礼ですがという意味の決まり文句で、英会話、特にビジネスの世界でよく出てきます。例文で覚えましょう。With all due respect, I don't think your proposal solves the problem. With all due respect, you're missing an important point. With all due respect, what you just said is not true.With all due respect の後に相手のファーストネームとか Sir とか Mr. 何々 Miss 何々っていうのをつけるとよりネイティブっぽく聞こえます。こういうシチュエーションの時にぜひ使ってみてください。See you guys, bye! Hey guys, what's up? この must っていう単語を使った表現、英会話で使ってますか？ must っていうと学校では何々しなければならないっていうふうに習ったと思うんですけれども、日常会話ではそれ以外の意味でめちゃくちゃよく使えます。大事なのは must イコール何々しなければならないっていうふうに単語と単語を結びつけて覚えるんじゃなくて、 must イコール断定というふうにニュアンスで覚えるのがコツで、他の単語もこういう覚え方をすると理解度がぐんと広がります。例えば昨日5時間も残業したっていうのを聞いた時に、 Oh, you must be tired. わあ、きっと疲れてるでしょうとか、待ち合わせで誰かが遅れてる時に、 He must be held up somewhere.彼はきっとどっかで足止め食らってるんだよっていうふうに、何々に違いないとか、きっと何々だっていうふうに断定の意味で使います。それ以外にも、 You must be joking. 冗談でしょ。 She must know. 彼女はきっと知ってるよ。 You must be hungry. あなたきっとお腹空いてるでしょ。 This must be yours. これきっとあなたのでしょ。っていうふうに、 must は断定するときに使うっていうふうに覚えてください。 See you guys. Bye. Hey, how's it going, guys? さもないとっていう表現、英語で何て言うかわかりますか？辞書で引くと otherwise っていう表現がありますけども、これすごい硬いので、 or を使って命令形を使う場合と should を使う場合と2種類紹介します。まずは命令形、 do it or you are out. do it or you are out. やれ、出ないと外すぞ。この you are out っていうのは、組織とかグループとか役割から外すっていう意味です。 take the chance or you regret it. take the chance or you regret it. チャンスにかけないと後悔するよ。 should を使うパターンです。 you should wear a helmet or you get hurtYou should wear a helmet or you'll get hurt. ヘルメット被らないと怪我するよ。We should walk faster or we'll miss the train. We should walk faster or we'll miss the train. もっと早く歩かないと電車に遅れる。主語が you の場合は命令形の代わりに should を使った文章でもいいし、逆の場合も OK です。練習して覚えてください。See you guys. Bye. Hey guys, how's it going? どっちでもいいっていうのを英語で何て言うかわかりますか？例えば何か2つ提示されて、どっちでもいいですよっていう時には、Either is fine.Either is fine っていうふうに言います。この Either は Either って発音しても OK です。注意は、日本語ではどっちでも OK ですって言いますけれども、英語では Either is OK っていうふうには言いません。この場合に OK って言ってしまうと、まあ、可もなし不可もなしっていうか、どっちかっていうとネガティブなニュアンスで捉えることが多いです。これ以外にもちょっと違うニュアンスの言い方があります。It doesn't matter. どっちでも問題ないよ。I don't mind. どっちでも気にしないよ。I don't care. どうでもいいよ。Whatever.何でも。特に最後の2つは興味がない、関心がないという空気全開の表現なので気をつけてください。特にこの I don't mind と I don't care とは混同しがちなので、本当は気にしませんよって言いたいのに I don't care って言って相手を不愉快な気持ちにさせないように気をつけてください。 See you guys, bye. Hey, what's up? え、なんでっていう時に、日常会話では Why の代わりに How come? How come? っていう表現もめっちゃよく使います。意味はどっちも同じなんですけど、微妙にニュアンスが違います。How come の方は予想外のことが起こった時に驚きを表すカジュアルな表現で、必ずしも原因や理由を求めてません。例えば出張中の人と街中でばったり出会った時に、あれ、なんでここにいるの？ How come you're here? How come you're here? っていう使い方をします。ポイントは why と違って How come の後は疑問文じゃなくて平常文を使います。Why は理由を尋ねる時に使うことが多くて、フォーマルでもカジュアルでも使えます。ただ、トーンには要注意です。例えばパーティーに誘ってた人が急に来れなくなった時に Why? っていう聞き方をすると、え、なんで？理由は？っていう風なトーンで聞こえることがあるので注意しましょう。 How come? の方はビジネスで使っても問題ないんですけれども、明らかに目上の人に対しては May I ask why? とかいう風に意識して丁寧な言い方をする方が無難です。この How come? を使ったことがない人は日常会話でぜひ一度使ってみてください。 See you guys! Bye!